開封を始めます。今回はですね、こちらですよ。クイーンズブレードリベリオンシギーフィギュアです。なんとなく知ってるんですね、クイーンズブレード。なんか、何年かに一度、女の人たちが戦って、女王を決めるっていうとこは知ってるんです。なんだっけな、なんか輪っかをね、髪の三つ編みの先にくっつけた人とか、すごい過去の武器屋のお母さんとかは知ってるんですけど、ちらっと調べたけど、結構、あれから時間経ってるみたいですね。どうでもいいけど、これ、なんか影がちゃんとある。なんかこういうのは初めてかもしれない。で、この人は一応調べました。異端審問官ですね。シスターですよね。調べたらですね、なんか、まあ、とんでもなかったですけどね。とりあえず開けていきます。あれはいいのかと。てか、むしろあれ、これもしかしてギャグなのかなと。私は大人向けの、ね、ちょっとセクシーなものだと思ってたんですけど、もうこの人のレベルになると、むしろギャグなのかもしれないですね。もしかして。容赦ないしね。よいしょ。あ、でもそんなこと言ってると、なんか火あぶりにされそうだな。嫌だな。人を躊躇なく火あぶりにできるってやっぱすごいですね。こんな風に入っております。構えてますね。よかった、あのポーズじゃなくて。つうか、あのポーズで普通に売れないよね。売れるかな。なんかその辺がわかんないです。あ、いつもあの棒ですね。棒？なんだこれ、尺状みたいな台と。こんな感じで入ってるんですね。これ初めて見たな。足にちゃんと。ここに、ね、輪っかがあるから。これをね、ちゃんと折れないようにするためかな。髪の毛も一応入ってました。海女さんってね、またほくろがそんな位置に。こういうので止めてたんだ。動きづらそうだな、これ。さすがにあの聖なるポーズではなかったけど、これもまた。てか、ここ、あれでしょ？絶対領域とかいうやつでしょ？いいのかな？見えてて。このままだと、ちょっと立ちませんね。ちらっと見えた。よし、ちょっと寝転んでてもらおう。台座です。クイーンズブレイドリベリオンと書いてますね。で、ここにハイヒールを装着。おっと、ちょっとなんでこの人こんな際どいの着てんの。よし。で、こちらを、違うか。どうやってたっけ。違う。反対だ。こっち向きだな、こっち向き。ああ、落ちるし。あれ、ここに棒がある。ということは、ここに刺せと。そうだよね、滑り落ちちゃうよね、これ。はまったかな。よし、よしよし、はまったはまった。できたできた。この足の輪っかがね、ちょっと確かに折れそうだな。ちゃんと保護しないと。ミニスカもね。他のね、キャラクターも一応なんか見たんですよ、キャラクター説明で。なんか、攻撃出たらすぐに傷っていうか、血出ますよね、他の人たちもね。みんなちゃんと鎧とかつければいいのに。これはこんなに悩ましげな表情でいいんですかね。シスターでしょ。
この顔で火炙りされるからな。怖え。このくらいの角度は可愛いかもしれない。やっぱ何歳ぐらいだろう、この人。これで18とかだったら嫌だな。17歳とか。20代半ばでやってほしい。いや、むしろ30でも。いやいやいや。さあ、今回は。では、今回はシギーさんでした。